お疲れ様でした。お疲れです。今率直な感想をお願いしていいですか。そうですね。とりあえず、まあ、ストラッサー選手が自分より、はい、強かったっていう、はい、ことが事実だと思いますね。はい、まあ、試合内容的にはちょっと、まあ、当初言ってた打撃戦ではなく、なんかこう冷静なことになってしまったんですけども、そこに関してはどうですか。まあ、もうちょっと打撃戦になるかなと思ったんですけど、全くならなかったんで、まあまあ向こうは、まあ、自分より、まあ、1枚も2枚も、まあ、上手やったんかなと思いますけど、はい。先ほどソラッサー選手ここに来て、まあ、打撃戦やるって言ってたのも、まあ、そこからもう心理戦だとか言ってました。あ、まあ、確かにそうですね。自分はアホなんで素直に信じましたね。はい、あ、でもまあまあ、もうちょっと打撃、もうちょっと、まあまあ、自分の、まあ、スタイル見せたかったですけど、まあね、向こうも本当に世界で戦ってきた、まあ、経験があるんで、はい、まあ、うまかったですね。最後の肩固めはちょっとがっちり決まっちゃった感じですか。あ、結構入ったですね。まあ、最初から肩固めの圧あったんで、まあまあ強かったですけど、まあね、一回取れていけるかな、バックで終わろうかなと思ったんですけど、あ、でもここはもうね、動かなあかん思って動いたらすっぽり入ってもうたんで、まあね、仕方ないですね。まあ、もちろん、あの、本、あの、ディープのチャンピオンということでこの先も続くんですけど、例えばライジンだったり今後の何か目標だったりあったらお願いします。まあ、そうですね、やっぱ男なんで、まあね、やられたらやり返したいんで、まだまあ一から、まあ、しっかりね、いろいろ考え直して、またね、ライジンに呼ばれるような、ね、選手にもう一回返り咲くんで、はい、まあ、見ててください。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。